おはようございます、イワシです。第4話、ご視聴いただきありがとうございます。MC マップでこのワールドを見た様子がこれだ。えらく海ばっかですなぁ。私にとっては幸運でしかないワールドだな。で、このマップを見て軽く今後の計画を話そうと思うんだが、今後しばらくは、拠点を中心とした1024ブロック四方の範囲を開発しようと思う。大きいようだけど、意外とすぐ埋まりそうな広さですよね。ちなみに今回開発する地区に名前を付けたんだが、初めての開発、周りは海ばっかりということで、初見、地区と名付けました。そういえば、都市自体の名前は何なの？あ、決めてねえや。そんな無計画あります？まあそれはだ、町に特色が現れてきたらということにして、今回は開発範囲の土地造成から始めるぞ。このワールドも、クアーリーとフィラーに沈んでスーパーフラットになるのね。もちろん土地造成はクアーリーとフィラーに大活躍してもらうわけだが、ちょっと普通のクアーリーじゃスピードが遅いと思わないか？いや、十分速いと思うんですけど。遅いと思うよな。いや、全然遅く感じたことはないです。遅いよな。遅い。です。だよな、だよな、そう思ってな、今回は強化したクアーリーを作ろうと思うんだよ。強化した、クアーリーですか。ということで、それを作るのに必要な改良型作業台を作りました。普通の作業台じゃ作れないんだ。そりゃそうだ、だってこいつのレシピ見てみ。うっぱ、何このコストの高さ。そりゃ改良型だからな。それに、EMC にしたら高々30万ちょっとだぞ。確かに、10分もあれば集まるレベルだ。な、楽勝だろ。錬金術があること前提の話ですやん。材料集めてきたので早速作りましょうか。作りましょうかというか、すでにできてますやん。せやな。で、このクアーリーはどれだけ早いの？いや、これだけじゃ普通とほとんど変わらんのじゃないかな。え、そうなの？ああ、だってこのクアーリーは、エンチャントして性能アップを図るものだからな。へえ、エンチャントできるんだ。正確にはエンチャントを移すって感じだな。今作ってるエンチャント移動機でな。またまたコスト高いっすね。エンチャント移動機はその名の通り、他のツールのエンチャントをクアーリーに移動させるものだな。例えば、効率強化ならスピードアップ、耐久力なら電力効率アップ、幸運やシルクタッチをつけることもできる。幸運がつくのは大きいな。そんじゃ、早速このピッケルのエンチャントを移すとしますか。って、あれ？どうしたの？いや、ピッケルがスロットに入ってくれねえんだ。黒曜石ピッケルだからじゃない？バニラのピッケルじゃないとダメ的な。マジか。なら仕方ない、新しくピッケル作るか。経験値ならたっぷりあるんだから大丈夫大丈夫。ふ、たっぷりなんざいらねえさ。必要なエンチャントを3発以内に揃えてやる。お、言ったね。じゃあ3回以内に、効率強化後、耐久力3、幸運3を全部揃えるんだよ。ふ、任しとけ。漢字間違いが不吉でしかない。Perfect。そんなまさか。あれだけのエンチャントをあっさりと。なあ、もう茶番はやめようぜ。そうですね。ゲットしたエンチャントを組み合わせて、最強のクアーリーが完成しました。最強の力、楽しみですね。先に言っておくが、あまり期待するなよ。あ、そんなもんなのね。最大のエネルギーを送って稼働させた結果がこちらになります。あ、確かにあんまり早くない。ちょっと心のハードルを上げすぎたみたいだな。作業効率上限を上げるモッドとかあったら欲しいところですね。あ、そういえば掘ったアイテムの搬出先を用意してなかったわ。アイテムはクアーリーの中に保持されてる感じかな？そうみたいだな。保持できる数の上限は知らんが。そこは普通のクアーリーよりいいね。そんじゃ、金パイプを設置っと。おーえー。死ぬかと思った。アイテム過剰によるパイプの爆発。初歩的だけど忘れてた。分かってたら逆に楽しいか。いきなり来るとマジでビビるな。というかどんだけ爆発してんのこれ。思ったより大量のアイテムを保持してたみたいだな。さて皆さん。どうしたの？こちらをご覧ください。え、何この FPS の低さ。はっきり言わせていただきましょう。25話の時と同じ症状が出てしまった。
嘘でしょ、また出たの？ああ、そしてその原因もわかってしまった。クアーリーのせいじゃなかったの？いや、どうやら違う問題だったようだ。ここにメカニズムのアイテムパイプがあるだろ？ここに大量のアイテムが詰まってるみたいなんだ。なんでこんなことに？理由はわからんが、とにかくこのパイプを外さないことには解決は見えない。さっきパイプを壊す操作をしたから、あとは時間が経って実際に壊されるまで待つしかない。時間が全てを解決してくれるって話ですか？終わった。完全に収集がつかなくなってしまったぞ。どうすんの？バックアップまで戻す？よりにもよって先週バックアップ取るの忘れててな、庭の手前まで戻ってしまうんだ。うえぇ、最悪。幸運にも以前のようにマイクラが落ちることはないみたいだから、時間かけてでも回収するぞ。もうすでに30分かかってんのに。仕方ねえだろ、ほら、少しずつだが回収もできてる。何スタックあるんだこれ。なんとか、解消できたぞ。1000スタック近くもあったんだ。そりゃあ、重くもなるよな。結局2時間ぐらい費やしたね。今回は解決できたが、ちょっとこれは対策練らないといかんな。少なくとも、もうメカニズムのアイテムパイプは使えない。だからそれに代わる、新たな輸送パイプを作ることにしよう。これだけもっと入れてると、輸送パイプにもいろいろあるよね。どれを使うの？今回が初登場、エンダーアイオーを使うことにしよう。こんな初登場の仕方だとは思ってなかったよね。そんじゃ、まずはじめにマシンシャーシを作って。てかこのシャーシ、スポナーにしか見えなくて怖いんだが。そこでもビビっちゃうんだ。アロイスメルター、合金かまどを作りました。複数のアイテムを同時精錬して、合金を作るための機械ですね。ここにエンダーパールと鉄を放り込みます。稼働し、てる？これ。ちゃんと稼働してるみたいだぞ、遅いけど。アップグレード差し込めそうなスロットもあるし、スピード上げることもきっとできそうだよね。精錬しきって、パルサティングアイアン、脈動鉄ができました。脈動する鉄とか怖すぎでしょ。でもってそれをナゲットにし、その他もろもろで、アイテム輸送パイプができました。その他もろもろの説明をしていただけませんかね。面倒になったからやめた。なんと自分勝手な。それじゃあここに大理石を延々と作ってる EMC コンデンサーがあるから、ここに設置してお試ししてみようか。おお、なんかいい感じ。まるで工業やってるみたいだ。工業やってるんだよ。さて、ただ設置しただけでは輸送されないのはごくごく当たり前のこと。いろいろと設定してやらないといけないのだ。パイプの付け根の部分を右クリックしてな、設定画面を開くのです。今はチェストのアイテムを搬出するようになってるから、搬入に設定を変えよう。それでも搬入されてないっぽいね。うむ、どうやら、搬出側でもちょっとした設定をしてやらないとダメみたいだ。そうなのか。レッドストーンモードをオフにして、これでどうだ？お、搬出されてるみたいですよ。ふむふむ、搬出先の設定と、搬出元の赤石設定を変える必要があるのか。でもさこれ、一度に4個しか搬出できてないよ。さらに上位のパイプはないの？ないぞ。マジか。その代わり、このパイプ自体をアップグレードすることができるんだ。なるほど、そういう方式か。ということで、スピードアップグレードを作りました。簡単に言えば、これを1枚積むたび、1回の輸送量が4個増える。最大で15枚積むことができ、この時の輸送量は1回1スタックになる。試しに1枚積んでみようか。お、確かに1回で8個輸送されてるね。簡単に輸送量を上げられるのもいいことだが、輸送中のアイテムの表示がなくて軽いのもいいよな。そうだね、誰かも言ってたけど、この企画は PC スペックとの戦いになるから、できるだけ軽くしたいよね。ということで、拠点以外の全てのメカニズムパイプを、エンダーアイオーのものに入れ替えました。これで心配はなくなったわけだね。そうなんだが、このパイプ、たまに表示が消えるんだよな。むしろ懸念材料が増えてしまった感。走行してるうちに、こんだけの範囲の土地造成が終わったぞ。わぁ、だいぶ広がったね。それじゃあ、まずは新しい土地に建物を一棟建てようか。よくわからないホテルを正面にこんにちは。今回もビルを建てていきましょう。これで4回目ですね。だからなんだって話ですが。さて、今回は細長めのオフィスビルを建てたいと思いますが、ぴったりな区画がなかったので枠からはみ出た部分に作ります。
早速土地を決めたので、いつものように枠組みを決めていきましょう。というかこれ、奥の道路に歩道を作るの忘れてましたね。後々移動させる必要が出てきそうです。さて、今回の外見は、黒を基調にしたものにしていこうと思います。水色の型や記念度が主役ですね。黒より黒っぽい水色とはこれ以下に。壁はネザー水晶で作ります。今回向こうの世界では2億 EMC ほど用意できたみたいですので、壁ぐらいなら使っていいでしょう。さて、決めました。1階層あたり3部屋のオフィスビルです。1階あたりの高さはいつも通り6ブロックなので、2階層分上に伸ばします。床と照明をセット。いつも通りですね。そういえば、エレベーターと階段を忘れていました。こちらはいつもと何も変わりないので、バッサリカットでいきましょう。さあ、今回個人的にメインテーマにしている、正面部分をいじっていきましょう。まずは一旦全部消します。そしてガラスで埋め直します。今回は板ガラスではなく、普通のガラスにしましょう。しかも、1ブロック分奥に凹んだ状態にします。空いている1ブロック分のスペース、ここに一体何を置くのでしょうか？最初からアイテムスロットに入っていたのでバレバレかもしれませんが、鉄格子で装飾しようと思います。最近、それっぽいおしゃれな建物を見つけたので、よし、これを建築のネタにしよう、と思ったんです。どんな風に鉄格子を使うかですが、単純に、四角形に並べたものを置いていくだけです。こんな感じのですね。第一試作品です。なんだか思ってたのと違う、黒の横線がいらないのかな？それならば、ここも鉄格子に変えてみようかな？ぐ、もう少し縦に伸ばさないとわからん。やっぱり水色型や記念度は必要な気がするんです。じゃあ、次は縦方向に粘土を設置してみたらどうなるかな？多分何もしないよりはいいと思うんです。ああ、なるほどなるほど。これならまあ見れそうですね。今回はこれで。それじゃ、側面を軽く装飾しましょう。装飾も終わったのでニョキッとタイムに入りたいところですが、まずは2階層分だけコピーします。1階部分だけが他とちょっとだけ違うので、その辺のズレを修正してからもっと伸ばします。さあ行きますよ、ニョキッとタイム。はい、せーの、ニョキッと。ふふ、いつ見ても大好きな光景です。結構正面もいい感じですね。次はまた屋上の整備なのでカットです。さて、これで完成でもいいんですが、今回はもっと手間をかけて、上層階だけ側面をいじってみたいと思います。そういう建物をストリートビューで見つけたんですよね。上層階のコンセプトとしては、マンションのようなイメージです。ということで、廊下には窓を設けません。角の部分もしっかり穴を開けます。いかがでしょう？豆腐感は薄れましたよね。だんだんといい感じに出来上がってきました。それじゃ、反対側の窓をつけましょう。空色の粘土で模様をつけてみました。意味があるのかはわからない。最後に正面入り口をいじいじして。はい、オフィスビル、無事完成です。最初想定していたものとは随分変わってしまいましたが、まあこれもいいでしょう。今回も10階建てのビルになりましたけど、今までのビルでさえ使い切れてないのに、このビルは何割が使われるのでしょうか。まあそこは、マリサさんたちの力量にお任せしましょうね。それでは、元の世界へ、お疲れ様でした。昨夜に力量を試されたわけだが、私たちの力量、13%。30部屋のうち4部屋しか使ってないという意味です。その4部屋に何を設けたかというと、サーマルエキスパンションのアイテム制作ラインです。エネルギーを無制限に輸送できる、冷却安定化 RF 導管、8000万 RF を貯蔵できる、強振エネルギーセル、そしてテッセラクトの3種類です。RF 導管の作成ラインには、2部屋使ったんだよね。残りの空き部屋はいつものように、必要になったら使っていくスタイルで、そして存在を忘れられるんですね、わかります。それじゃ、時間が来たから今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。